アラミスのポートレートアラミスは、アレクサンドル・デュマ・ペールの小説、三重詩をはじめとする、ダルタニアン物語に登場する架空の人物。アラミスというのは世を忍ぶ、仮の名前であり、作中では、本人自身によって本名が明かされることはなかったが、作中で二度だけ、ルネという名前で呼ばれる場面がある。また、デルブレー教などとも呼ばれる、エラミス・アトス、ポルトスと共に、 パリの三重子の一人、正確な年齢は不明だが、三重子の最年少であり、ダルタニャンより3歳ほど年上。ダルタニャン物語は、ダルタニャンの戦士をもって終了するが、その時点で、アラミスが死去したという記述はないので、4人の重子の中では最後に死去したということになる。軍人でありながら、聖職者として生きることに憧れている。比較的に、 家族構成などが判明し、身元が明らかな後すらに対し、アラミスは家族関係などの情報はほとんど語られない。本人が語る話によれば、もともとは、進学生だったが、女性関係のトラブルから決闘に発展し、うやむやのうちに重視となったとのことである。そのような経緯から、三重視では失恋などの旅に漱石に入ろうとする場面がたびたびある。その一方で、 性格はかなり好戦的であり、何度も決闘騒ぎを起こしている。女性関係はかなり派手。元を正せば、ダルタニャンと決闘騒ぎを起こしたのも女性関係のトラブルである。三獣子の時代は、シュブルーズ公爵夫人と恋仲であり、獣子を辞め創籍に入った後の20年後でも、ロングビル夫人を恋人にしていた。獣子の中でも、特にケンや 銃の扱いなどにもかなり優れており、カルムデ賞でダルタニャンを加えた四人とリシュリューの親衛隊五人が決闘した際には、アラミスは一人で二人を相手にし、卒なく勝利を収め、シャラントンの戦いでは、シャティン校を銃で打ち破る活躍をした。しかし、後年のブラジュロンヌ施策の時点では、ポルトスやダルタニャンらは相変わらず、優れた武芸の腕を披露しているのに対し、 アラミスは通風などを患った結果、頭脳労働に終止することになった。政治的には、若い頃は、国王派であった。しかし強い野心を持つあまり、中年期の20年後の頃にはフロンド派に入り、国王派のダルタニアンとの対立が生まれている。そして、老年期のブラジェロンヌ施策では、バンヌの司教となる。さらに、イエズス会の管区長となり、財務大臣。 ニコラ・フーケの懐がたなとして、ルイ14世及びコルベールと敵対するなど、完全にフランス国王に反旗を翻していた。1661年、鉄仮面事件の陰謀を格作して、国王すり替えを企てるが失敗。スペインに亡命する。しかし、1668年にはアラメダ公爵と名を変え、スペインの使者としてフランスに来訪。 ダルタニアンと再会を果たし、かつてに英雄を飲ませた、ルイ14世からも手厚い艦隊を受けている。アラミスには実在のモデルとして、アンリ・ダラミツという人物がいる。重視隊長、トレビルのおいであったので、コネをたどって、重視隊に入る。ただ、軍人として、特に目立つ功績は立てていない。1987年に放送された、日本のテレビアニメ、アニメ三重史は、 三十四の本案作品であるが、彼について大幅な変更が加えられており、断層の霊人であるという設定にされた。さらにはアラミスを主人公にした外伝までが制作されている。また、メンズカジュアルウェアを扱う株式会社アラミスなどは、デューマの小説に登場するアラミスから取られている。ありがとうございます。